はい、こんにちは、トムです。今回は芝泰治のミッションをやっていこうかなと思います。まあ、竹道を一体入れる編成だねをやっていこうかなと思います。で、この場合ですと竹道はヒーリングボムスローを持った竹道を入れてあげてください。この竹道はドラケンのミッションでゲットできます。このクエストは HB 残量が高ければ高いほど攻撃力がアップするっていう仕様となっています。なので、そのHP を比較的に、まあ、サポートしてくれるこのヒーリングボムスローを持ったタケミッチがおすすめです。うん、ちょっと倒せなかったね。本来ならこれ普通抜けてます。ちょっとね、これミスってしまいましたね。はい、 OK。で、ここはできるだけ殴って突破しないとバイクはね、倒しにくいんで、しっかりと殴ってでも倒さないと、じゃ削らないと厳しいです。はい、 OK。 まあ強いですね。で、ここの天使は別に竹道でもしっかりとワンパンとかできますので、はい、殴って突破しに行きましょう。はい、しっかりとヒーリングボムスローのおかげで回復もできてますね。これも偉い。で、しっかりと友情コンボを出してあげて回復もしてあげましょう。 OK ですね。で、 4P の位置的に次天使を倒してあげるのは結構、天使をね全部倒すのは厳しいんで、一旦ここはステイします。はい、 OK。 で、ここで、はい、うん、 OK。 で、ここで竹道のターンで、しっかりと倒してあげます。あ、そう、 3P にね、本来なら大賢者打った方がいいです。はい、ちょっとミスって打ってなかった。で、ここで SS を打ってもいいし、ケチってもいい。なんか変な状況だったら打っちゃって、じゃあ打たないで、そのケチってもいいかなと思っています。で、この状況ですとちょっと怖いので、一旦何もしないでおきます。なんかこの削り方だったらなんか大丈夫そうだな。はい、どうだ。うん、で、とりあえず OK。 うん、で、次 2P で SS 打てるんで、まあ一応タケミッチのために大賢者打っとくか。別に打たなくてもいいけど、タケミッチのためにこれ打った人、僕以外いるんかな。で、これ壁ドンで、はい、で、あとは 3P のストライクショットと 4P のストライクショットもあるので、まあ、もうあとはもう楽勝にいけるかなと思います。はい、どうだ。はい、完全にご用意ますね。まあ、結構ね、エクスカリバーが強いと思ったんで、タケミッチ1のエクスカリバーさん、この編成が結構いいかなと思います。ということで動画を終わりたいと思います。見てくれてありがとう。バイバイ。